ショールームをご覧のそちらのあなた どうもこんばんは。乃木坂46の齋藤飛鳥です。ちょっと始まりました。あ、映ってる。見たことあるこの感じ。コメントも早速来てますね。飛鳥の生配信なんてレアだって書いてある。そうなんですよ、私レアなんです。あんまりやらないから。配信、亜種の配信は新鮮や。バナナマン T シャツだ、そう バナナマン T シャツ 今日ちょっとまあ後ほど説明しますが、映像研のスペシャル回みたいな感じで呼んでいただいたので、ちょっと渋滞するかなと思ったんですけど、ちょっとどうしても来たくて来てしまいました、バナナマンさん。あ、結構見てくれてる。よかった。よかった。ショールームあるの嬉しい。そうね、浅草市。バナナマン好きですね。あ、すごい。ちゃんと皆さん見てくれてるんだ。ありがとうございます。遅い時間に。大学生の人はまだ夏休み？本気？え、そういうもんなの？そうなんですか。もうだって9月中旬でしょ？え？大学生？そうなんだ。夏休みなかったんですけど 夏休み欲しいんですけど、私も。いいなぁ。そして今週末は4連休。連休かぁ。ください、連休。あ、昨日誕生日でした。だって、おめでとうございます。私も8月誕生日、8月、もう1ヶ月経ってるんですけど、誕生日でした。夏休みですけど、やることなくて辛いですよ。んな贅沢な悩みをぶつけてこないでください 働いてる。連休あげるよ。1万5000人超え、ありがとうございます。すいません。誕生日、ああ、なるほど。4連休は試験があったりとか、なんだり、まああるんですね、皆さん。あ、実は今日なんだ。私も出てる「テレビ版映像研には手を出すな」のブルーレイ &DVD ボックスがリリースになったと。皆様ゲットしていただけたでしょうか。どうでしょうか。映画が楽しみでたまらんです。ありがとうございます。今日買いやした。ありがとうございます。ゲットしたよ、したよ。ゲットしてないです、ごめんなさい。まあ今日だもんね。まあおいおいゲットしてくれればいいんですけれども。でも多分ドラマが放送されてたのがちょっとこう自粛期間だったんで、割と皆さんちょっと暇だなと思ってつけたらやってるぐらいの時間だったんで、なんかいつもよりも反響はあったというか、見てくれた方は多かったんじゃないかなとは思うんですが、 DVD はコメンタリーとかも入ってるんで、お願いします。お願いだから手に入れてください。お願いします。というわけで、毎週水曜日のこのあと深夜1時からラジオラジコショールームで同時生配信、乃木坂46の「オールナイトニッポン」のプレ番組としてお送りしているこの番組、今週はレギュラーパーソナリティのまいちゅんこと新内まいちゃんに代わって、私を含め映像研には手を出すのに出演している梅澤美波ちゃん、山下美月ちゃんの3人でお送りします。ですが、実は始まってからしばらくは私一人で喋るんです。どうしよう、本当に。あ、いる。なんか水手振ってる いる。
なんかハートしてる。山下が今ハートしてきてます。梅はこっちのハートしてきてます。みんな見て、あ、ズッキュンされた、ズッキュンされた、シッシッしとこう。見てるよ、みんな見てくれてます、あちらの遠くの方で。見てくれてるんですけど、ちょっとそのオールナイトニッポン、私初めて出演させていただくんですよ。初めてなんですけど、一人で喋るんですね。はあ、いるのに、そこに二人ともいるのに、しばらくは一人で喋らなきゃいけなくて、どうしよう、本当どうしましょう。なんかついさっきまでマネージャーさんと梅と山と喋ってたので、ねえ、なんかリアクションがないじゃないですか、喋っても。それが寂しい、寂しいからコメント見る。そう、コメントしてくれればいいんだ、そういうことだ、そういうことですね。皆さんがコメントしたり、あの、何？ツイッターとかわかんないけど、やってくれればリアクションが見れた方が私は生き生き喋れます。この今日の放送が面白くなるかならないかは皆さんの手にかかっております。お、ファンがついてるって言ってる、さすが。あ、そっかそっか、ツイッターももちろんそうですし、ショールームもそうなんですが、メールもぜひください。これ見せて大丈夫ですか。こちらです、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、ここにメールを送ってくださると多分私の耳に届く、スタッフさんを通して耳に届きますので、しかも面白ければ生放送内で私が紹介する、紹介されたら有名ファンになれる。お願いします、ぜひ、お待ちしてます。もういいんですか、これ終わって。いいんだ、終わります。それでは今週も最後にですね、これもいきます、このコーナー。じゃあいつもマイチュンがやっているらしい、ちょっとほんわかコーナーをお送りしたいと思います。今週のワンコとニャンコその他のペット、え、自慢のペットの写真を紹介してひたすら癒されるコーナーだそうです。犬と猫どっちが好きですかって質問された。じゃあ猫が好きですけど、なんで好きなんだろう、なんでだろう。私顔は割と犬っぽいって言われることが多いんですけど、性格とか、なんだろう、動きを猫に例えられることが多くて、なんかこうちょっと雑誌の撮影とかしてる時にカメラマンさんに子猫ちゃんみたいだねみたいなことはよく言われます。なので猫にシンパシーを感じてるんだと思います。お、では猫スペシャルで、やった、やった、猫スペシャルです、ありがとうございます。京都市20歳のみーてんさん、寝方が飼い主に似てしまいました。あっ、なんかでかくない、この猫。でかいんですけど。見える？でかい、かわいい、かわいい。でもこれ何、飼い主に似てしまいました？飼い主の寝てる写真はないの？ジャッジできないんですけど、かわいい。でも猫のこういうふてぶてしい感じ、私好きです。かわいい、いいね、いいね、気持ちよさそうです。そしてもう一つ、ありがとうございます。
福岡市の20歳カレーカレータさん。先日実家に帰省した時のことです。喉が渇いたのでキッチンに入ろうとしたところ、僕の実家で飼っている猫が気持ちよさそうに通せん坊をしていました。あーかわいいね、かわいいかわいい。2枚やる？2枚やる、1個こんなん、ちょっとアップ、かわいい。なんか猫寝てる時、猫って釣り目じゃないですか。目つぶってもなんかこうなってるじゃないですか。これがあの私の父親が、あんまり父親の話は私表でしないんですけど、狐に似てるんですね父親の顔が。このちょっと猫にもちょっと通ずるものがあるというか、釣り目でちょっと細くてこうキュッキュッみたいなのがちょっと父に似てます。これは私の父です。適当すぎる。ありがとうございます。もう一ついきます。こちらはペンネームのびですね。猫田さん、我が家の自慢の黒猫パールくんです。普段は可愛いのに珍しくイケメンな瞬間です。おー綺麗。これわかるかな、見える？柵がちょっと顔の前にあるんでわかりづらいかもしれませんが、この人でもなんか毛が綺麗ですよ。なんかすごいいい餌あげてそうな、しかもちゃんとなんか毛布も敷いてあって、ちゃんとゲージっていうのもあって、もしやいいとこの人ですかね、猫田さん。わかりませんけれども、かわいいかわいい、なんか大事にされてるって感じがします。素敵、ありがとうございます。かわいい、以上ですかね、ご紹介は以上です。あなたの飼っているペットの写真お待ちしてます。ネットなどで拾ったよそんちのペットの写真はお断りです。かわいかった。私でも基本動物、まあいいか、動物大好きっていうことにしておきます。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、件名にペットと書いて送ってください。その他この事前番組、事前配信へのメールはショールームと書いて送ってください。メールお待ちしてます。それではこの後1時にお会いしましょう。さようなら。